ご視聴ありがとうございます。つーちゃんです。このチャンネルでは、社会福祉士など福祉系資格の取得に向けたコンテンツを発信いたします。この動画だけで、独学で合格できるレベルの内容をお送りいたしますので、ぜひご覧になってください。はい、産福祉士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士資格合格講座特集です。しっかり理解、刑務所、出所者等、支援施設、団体について今日はやっていきたいと思います。しっかり理解、刑務所、出所者等、支援施設と団体です。社会福祉士試験では社会保障の分野が重要です。その中でも更生保護は難しいですが、しっかり理解して整理して覚えてください。今回ですね、刑務所、出所者等、支援施設、団体を取り上げています。聞き流し、ながら聞きで OK ですので、試験対策としてがっちり覚えて、刑務所、出所者等、支援施設、団体を理解してくださいね。それでは行きましょう。1番です。主に保護観察所から委託を受けて、住居がなかったり、頼るべき人がいないなどの理由で、直ちに自立することが難しい人を援助する施設を何というでしょうか？はい、それをですね、更生保護施設と言います。では、その更生保護施設の援助対象者は具体的にどんな人でしょうか？はい、保護観察または更生緊急保護の対象者ですね。2番です。更生保護施設の援助内容で主なものを4つ答えましょう。はい、1つが宿泊をさせる。2つ目が食事を提供する。3つ目が就職の援助。で、4つ目が生活指導などとなっております。更生保護施設の援助内容4つですね。覚えておいてくださいね。もう一度言います。宿泊させる。食事を提供する。就職の援助。で、生活指導となっております。3番です。更生保護施設は誰の認可を受けて運営されるでしょうか？はい、法務大臣の認可となります。では、全国の更生保護施設は、主に何により運営されているでしょうか？はい、更生保護法人ですね。そういう更生保護法人というのがあるんですね。更生保護法人により、全国の更生保護施設は運営されているとなります。4番です。更生保護施設だけでは定員に限界があることなどから、社会にさらに多様な受け皿を確保することとして何ができているでしょうか？はい、自立準備ホームというものができているんですね。覚えておいてください。自立準備ホームです。では、それは、どこが運営するでしょうか？はい、あらかじめ保護観察所に登録された NPO 法人、や社会福祉法人などが自立準備ホームを運営となっております。5番です。仮釈放者等を対象として入所者個々の問題性に応じ集中的に実施指導する施設を何というでしょうか？はい。自立更生促進センターと言います。では、そこは、自立更生促進センターは何を集中的に実施、指導するでしょうか？3つ答えましょう。はい、1つがですね、専門的処遇プログラム。で、生活指導。そして、対人関係指導等ですね。この3つをですね、自立更生促進センターは集中的に実施、指導するとなっております。6番です。主として農業などの職業訓練を実施し、就農による自立を支援する施設を何というでしょうか？はい、就業支援センターと言います。では、就業支援センターは保護観察官による何を実施する施設でしょうか？2つ答えましょう。はい、生活指導と、社会技能訓練等、を実施する施設ですね。保護観察官による生活指導と社会技能訓練等を実施です。覚えておいてください。7番です。非行のある少年や悩みを持つ子供たちに兄や姉のような立場で接しながら、その立ち直りや成長を支援する活動等を行う青年のボランティア団体を何というでしょうか。はい、BBS 会と言うんですね。これちょっと覚えておいてくださいね。BBS 会です。では、その立ち直りや成長を支援する活動等のことを何と言うでしょうか。はい、BBS 運動というんですね。ビッグブラザーズ&シスターズムーブメントの頭文字を取って BBS 運動と言います。8番です。地域の犯罪予防や青少年の健全育成、犯罪者、非行少年の改善構成に協力する女性のボランティア団体を何というでしょうか。はい、更生保護女性会と言います。9番です。犯罪非行の前歴などのために定職に就くことが容易でない保護観察または更生緊急保護の対象者をその事情を理解した上で雇用し改善構成に協力する民間の事業主のことを何というでしょうか。はい、協力事業主と言います。これ結構ですね、最近注目集めてますよね。協力事業主ですね。この内容を覚えておいてくださいね。では、この事業主の業種で多い順に3つ答えましょう。はい、1位が、建設業が最も多いですね。で、2位がですね、サービス業となります。で、3位が製造業ですね。まあ、建設業がかなり多いですね。で、2位、サービス業、製造業と続きます。10番です。被害者等が地方公正保護委員会が行う加害者の仮釈放、仮退院の審理において意見等を述べることができる制度を何というでしょうか。はい、意見等聴取制度と言います。では、申し出や意見等を述べることができるのは、どの期間中に限られるでしょうか。はい、仮釈放の審理期間中に限られるんですね。これちょっとポイントになりますのでね、覚えておいてください。申し出や意見等を述べることができるのは、仮釈放の審理期間中に限られるです。11番です。被害者等の範囲を4つ答えましょう。はい。一つ目が、被害者本人ですね。で、二つ目が、被害者の法定代理人。で、三つ目が、被害者が死亡した場合、またはその心身に重大な故障がある場合における、その配偶者ですね。で、四つ目が、直系の親族、または兄弟姉妹となります。被害者等の範囲もですね、問われる場合がありますのでね、特に2番の法定代理人であったり、4番の直系の親族または兄弟姉妹というのもですね、ちょっとポイントになりますのでね、覚えておいてください。12番です。被害者等が保護観察中の加害者に対し、保護観察所を通じて被害に関する心情などを伝えることができる制度を何というでしょうか。はい、心情等伝達制度と言います。では、加害者の仮釈放、仮退院審理や保護観察の状況などに関する情報を被害者等に通知する制度を何というでしょうか。はい、被害者等通知制度と言います。この心情等伝達制度と被害者等通知制度もですね、ちょっとこれ、内容ですね、押さえておいてください。13番です。被害者等通知制度では何に基づき実施され、どのようにして通知されるでしょうか。はい、被害者等の申し出に基づき実施され、通常文書の郵送により通知されるですね。これですね、何もなければですね、実施はされなくてですね、被害者等の申し出に基づいて実施されるんですね。そしてですね、口頭であったり、会いに行ってとかではなくてね、通常文書の郵送により通知、文書の郵送により通知ということですね。これもちょっと押さえておいてください。14番です。公正保護における犯罪被害者や遺族等のための制度や手続き等に関する情報の提供はどこが行うでしょうか？はい、保護観察所が行うとなります。これも押さえておいてください。犯罪被害者や、遺族等のための制度や手続きに関する情報の提供は保護観察所が行っていますということになりますね。覚えておいてください。はい、今回ですね、特集、しっかり理解、刑務所出所者等、支援施設と団体ということで動画を作っています。社会保障の分野はですね、試験では結構重要です。今回ですね、前回前々回と、同じくですね、公正保護に関して、公正保護施設や支援団体であったり、被害者施策について整理しております。結構ですね、深く掘り下げておりますが、重要ですのでね、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流しやながら聞きで OK ですので、空いた時間やですね、通勤や通学の間の、時間ですね。そういった時間に、有効利用してですね、隙間時間を本当に有効利用して、何度も何度も聞くこと、見ることによって、記憶に残りますんでね、試験までにしっかりと覚えてください。はい、社会福祉の講義動画、まだまだ出していきますので、よろしくお願いします。以上です。